スペック、警視庁公安部公安第5課、未章事件特別対策係事件簿、劇場版スペックアマネ。劇場版スペックアマネは2012年4月7日に、東方系で公開された日本映画。TBS のテレビドラマ、スペック、警視庁公安部公安第5課、未章事件特別対策係事件簿の、劇場版であり、テレビシリーズの続編にあたる作品でもある。 TBS の刑事ドラマ、継続の主要スタッフが制作した、警視庁公安部に設立された不可解な事件を扱う、未章事件特別対策係の捜査官、大間沙耶とセブンフン流の刑事コンビと、スペックホルダーと呼ばれる、超能力者たちの戦いを描いた刑事ドラマ、スペック、警視庁公安部公安第5課、未章事件特別対策係事件簿の劇場版である。 2011年7月8日、結末で謎を残していた連続ドラマ版の真相が明かされる、スペシャルドラマ、スペックショー、警視庁公安部公安第5課、未章事件特別対策係受験坊の放送決定の発表と同時に、本作の公開も発表された。映画化は、番組のツイッターや公式サイトに続編を望む声を、寄せられたために決定したと発表されているが、 連続ドラマ版の最終回のエンドロールゴトーマが映画化とか絶定しねえから。というのをセブンがいめるシーンがあったり、最終回後発売されたスペック解体新書の奥付けにおいて映画化決定と記述されていることから、当初から映画化を視野に入れていたことが伺える。物語としては2012年4月1日に放送されたスペックショーに続くものである。 スピンオフ作品のスペックレイと同じ量をる刀による漫画家作品スペックアマネも発売されている。公開発週の4月7日、8日の週末2日間で35万1473人を動員し、公衆4億6870万5300円を記録して、 工業成績ランキング初登場第1位となり、最終工業収入23.9億円を記録するヒット作となった。同年10月には、DVD ブルーレイディスクも発売され、いずれもチャート上位を記録し、DVD スタンダードエディションは10月22日付週間チャートで1位となった。また、ツタヤのレンタル DVD、ブルーレイランキングでもレンタル開始2週目にして1位を、 記録している。2012年12月27日には自作であり、シリーズ完結編の劇場版スペック決の制作が発表され、2013年11月に二部作として連続公開された。2012年9月、会場を漂流するクルーザー内で乗客全員が死体で発見されたという事件が未章に持ち込まれる。 その被害者たちはかつて殉職した未章の仲間と同じ、ミイラ化した状態であった。体制に反抗する犯人のスペックホルダーたちは、シンプルプランという対スペックホルダー計画を中止する、よう警告する。捜査中のトーマとセブンに何者かに追われるミスズが、助けを求め、駆けつけた二人は、内閣情報調査室の特務班たちと出会う。その一人は、セブンの元恋人、 青池里子で思わぬ再会をした、セブンは里子に一人娘のウルーがいることを知り自分の子ではないかと疑う。ミスズは日本の影の支配者、午前会議が進めるシンプルプランに関する陰謀を偶然知ってしまい追われていた。未生には死んだはずの二の前が現れ、トーマを自らの組織へと誘う。断られた二の前は以前よりスカウトしていたミスズを連れ去る。 ミスズは去り際に、ーマに向かって、ファティマ第3の予言を絶対に阻止してほしいと訴える。二の前たちは、午前会議のダミーメンバーたちを殺害し、一連の犯罪の犯行声明を送りつける。公安霊下トップの津田助弘はその姿を表して、第二の前の緊急会議を開き指揮を取るが、二の前は、警視総監とウルーを人質に取り体制側を脅す。チームは、 午前会議の会場に立てこもる敵を吸収するが、マダムビのスペックに苦戦、何とか倒すことができたもののセブンとサトコは重傷を負い、トーマの封印したはずの左手のスペックは暴走を始める。撤収したトーマたちのもとに、二の前の居場所を知らせるミスズからの携帯がかかる。受話器の向こうからは、銃声が聞こえ、その死を暗示する。 トーマはスペックに対する複雑な思いに引き裂かれ、封印した力は事故の意志を超えて動こうとしていた。そのただならない様子に気づいた。セブンとトーマはついに銃を向け合うが、結局お互いを撃つことはできなかった。野々村はそんな彼らに刑事魂を解き、励ます。翌朝、トーマの作戦による対策チームはサイド2の前のアジトを襲撃。 津田の自爆攻撃によって、屋敷は破壊された。トーマは、逃げようとする二の前の正体がヨータのクローンである、ことを暴き、彼と、伊藤敦志に仕掛けた罠を炸裂させる。作戦は成功し、二の前は死亡した。だが、セブンは、ーマをかばって、瀕死の状態となってしまう。泣き叫ぶトーマの前で病室のセブンは息を吹き返し、 二人は一生お互いを巻き込むことを誓う。その病院の屋上で二の前のクローン四人が現れ、新たな動きを見せようとする。だが彼らは謎の白い服の青年、世界によって存在が完全に消され、世界はウルーを連れて伊豆湖下へ向かう。そして2014年、聖騎宮美は野々村からのファティマ第三の予言に関する遺言のような手紙を読む。 西暦がどんどんと進んでいる様子が出て、その姿の後ろに荒野と化した東京の風景が広がる場面で映画は終了する。撮影はスペシャルドラマ、スペックショーと同時に行われたが、実質的なクランクインは2011年7月28日である。同年8月末にクランクアップし、ポストプロダクションに入ったが、11月16日に、 追加撮影が行われている。撮影では、堤監督は入念なリハーサルを行い、俳優たちとの話を深めた上で、実際の撮影においてはモニターを設置した別室のベースから無線で指示を出し、現場の演出部がそれを俳優たちに伝えるという方法で演出された。このため現場の進行は非常に早いという。カメラは、 手持ちカメラを含め通常2台から4台が用意され、特殊撮影である、時間を止めるシーンのタイムスライスでは、最大36台のカメラが使用された。またクレーンや、ワイヤーワーク、爆破などのシーンも多かった。ロケ地、根津記念館お台場シネマメディアージュ、東方シネマズ、六本木ヒルズ、池袋シネマロサほか東方系の全国279スクリーンで公開された。 公開後に公式ウェブサイトにて緊急意識調査。あなたは劇場版スペックあまねの続編スペックケツを見たいですかというアンケートが行われ、4月21日から25日までに21941通の続編を希望する意見が集まった。キャッチコピーは真実を疑え、未来をつかめ、人気シリーズ完全映画化、最強の敵、 仲間の死、そしてすべての謎に終止符が打たれる。真実を疑え、は、登場人物、津田助博のテレビシリーズでのセリフからの引用である。2011年12月に特報第1弾が、公式サイト及び劇場で、公開。2012年1月26日には、特報第2弾と予告編が公式サイトで、公開された。 全売券の劇場販売特典としてキャンペーンサイトへのアクセスが可能になるシリアルナンバー付きカードが限定3万枚配布された。公式サイトでは2012年2月より Facebook による情報発信が行われた。その他マルチメディア展開として同年3月よりモバゲーによりソーシャルゲーム化された。また、 劇中に登場するオリジナルの餃子を販売する車両、餃子ワゴンが制作され、3月6日に、品川プリンスホテルにて、餃子ワゴン出発式として、主演2名と、上田裕樹プロデューサーが出席し、PR イベントが行われた。この車両は、名古屋、大阪、福岡、札幌など全国を巡回して、販売とキャンペーンを行った。この車両と、 TBS 赤坂サカスのイベント会場では、ドラマや映画で登場したものと同じレシピの餃子が、販売された。また、ザテレビジョンによる本作についての特別編集冊子、劇場版スペック甘値ガイドブックが制作され、全国の映画館やツタや、3F などで配布された。4月25日には、動員117万人、興行収入1 5億円を突破し、 新宿バルトナインにて大ヒット五霊舞台挨拶が行われ、戸田、加瀬が登壇した。4月7日、8日の週末2日間で35万1473人を動員し、公衆4億6870万5300円を記録して、工業成績ランキング初登場第1位となった。ピア映画生活による4月7日公開の 映画、満足度ランキングでも1位を獲得し、ドラマファンや10代、20代を中心に支持を集めた。5月6日までの成績では、動員165万9681人、累計講習21億2722万8300円を記録し、2012年ゴールデンウィークにおける、東方の連続ヒット作の一つとなった。 最終講習は二十三億九千万円で、二千十二年度の講習ランキング十四位を記録している。オリコンチャート十月十五日付週間、ランキングによると、二千十二年十月五日に発売された、ブルーレイディスク DVD の初週売り上げでは、BD 版、プレミアムエディションが一万二千九百五十七枚で、BD ランキング総合三位、映画 BD 部門三位で、 10月10日、現在2012年発売の日本映画 BD の、初週売り上げで3位にランクインしている。同、スタンダードエディションは3024枚で、総合9位、映画 BD 部門6位を記録した。DVD 版、プレミアムエディションは9064枚、総合4位、映画 DVD 部門3位。同、スタンダードエディションは8478枚、総合6位。 映画 DVD 部門4位となり、10月22日付、オリコン週間 DVD 映画チャートにおいて、発売2週目で1位となった。以上のソフトは2013年2月現在、累計で7万枚を超える売り上げを記録している。レンタル大手のツタヤでは、店舗の無料配布し、ツタヤクラブマガジン10月号の表紙に本作品を掲載し、実店舗では、 旧作品と合わせて陳列するなど発売時期の主力商品として扱われたこともあり、2012年10月8日付のツタヤのレンタル DVD、ブルーレイランキングでは、レンタル開始2週目にして1位を記録している。また2013年、劇場版スペック決進むの変公開時も、同様に、スペックシリーズを見ようキャンペーンが行われ、 スペック 0A 放送の影響もあり公開前の10月28日付、レンタルランキングでは26位から15位に浮上し、11月4日付でも20位となっている。2012年10月5日発売。発売元は TBS、販売元は TC エンタテインメント。スタンダードエディション、プレミアムエディションともに先着予約限定特典として、スペックあまね。 オリジナルステッカー2枚セットを同梱。サウンドトラックすべて、角川書店より観光。スペック甘値に関するカテゴリー。ありがとうございます。